こんにちは。こんにちは。今日はフリースピリッツ大阪店のスタッフ伊藤くんのコーディネートにちょっと合わせてどんなお財布が合うか紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今日はあれですね、ブラックですね。オールブラックです。オールブラック、ちょっと若者のおしゃれなファッションっていう感じですね。はい、じゃあこのオールブラックのファッションに合わせたいお財布をちょっと紹介していってもらえたらなと思います。はい、はい、まず1個目、こんなのどうですかね。お、これはどこの。これはですね、丸目さんの、はい、丸目さんのですね、はい、2つ折り財布のちっちゃい方ですね。はい、これは結構カジュアルな感じのイメージになりますね。こういう感じで持っていただいて、はい、プエブロの質感自体がちょっとカジュアルな感じだと思うので、はい、うん、まあ、さらっと持てるかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。もうちょっと中見てもいいですか。はい、なんかお札オーダーとか、お札こう L で開くのですごく見やすく、はい、カードもしっかり入ります、はい、で外がコゼニ。おー、なるほど、ありがとうございます。これは結構コンパクトにカジュアルめに持てる、はい、さらっとお出かけできるかなと思います。はい、これで、はい、ですね。はい、こんな感じでかっこよく持ってもらえます。はい、はい、ありがとうございます。続いて、はい、シックに持つなら、おお、合いますね。所作もう今日の服装にはバッチリかなと思います。はい、所作の長財布ロングボレットですね。おの柄が金魚っていう柄になってます。はい、この柄を選んだ理由とかありますか。そうですね、ちょっとこの和っぽい感じ、うん、で全体的なお財布の黒がこの今回の格好にマッチするかなと思いまして、うんうんうん、ちょっと和風感が出ますね。和風が出ますね、はい、で、はい、軽くお財布の中をご紹介するとですね、はい、お札がこの後ろに、はい、でここにもしっかり金魚の柄入ってます。で一歩開けるとカード、はい、でもう一つ開けるとコインポケット。おお、なるほど、でなってます。手元の所作が美しい。そうですね、くるくるっと、はい、全身をリリリリ。おお、いいですね、いいですね。ブラックの中にパッと入るかなと思いますはい、所作の長財布金魚です。はい、はい、3つ目が、はい、こちらラガードのマネークリップ。おお、かなりすっきりしますね。そうですね、もうこれぞマネークリップっていうぐらいの薄さと、はいはい、でもなおかつコインポケットもちゃんとついてるものになりますね。すぐ身軽になりますね。そうです、このサイズだとカードもしっかり入ります。はい、まずこれやとスッと胸ポケット入れて、おお、まるで何も持ってないかのようにでもここにスッと、おお、かっこいい、いいですね。いいですね。このラガードはね、あの年代問わず人気の、かなり人気ですね。メンズに人気のアイテムですね。はい、ブラックコーデにスッキリとちょっと大人っぽい感じですね。はい、はい、では今日はと大阪店スタッフの伊藤くんのこのね、オールブラックコーデに映える財布を3つ紹介いたしました、はい、大阪店に基本伊藤くんいると思うので、ぜひお店に行かれた際は伊藤くんにお財布今日のコーデにどれが合いますかとか、ぜひぜひ相談してみてください。はい、ではこの動画が良いと思ったら高評価、またコメントももらえると嬉しいです。チャンネル登録もしてない方ぜひお願いいたします。お願いします。はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。